育次郎指輪と探偵1あはなるほどその男はさも飲み込んだようにもっともらしくうなずいてちょろりとした目で部屋の中を見回したちょっとネズミを思わせる顔つきであるその指輪というやつは 非常に大切極まる代物なんですな。どうですつぼしというところでしょう。それがなくなるとあなたは大変困ることになる。ねえ。そうよ。こはぶっきらぼうに答えた。答えながら、バカにしてるわ。と思った。大切なものだからこそ、 こうして新聞広告までして探しているのではないか。そんな分かりきったことを言って当たったでしょうなどと見えを切られてはやりきれない。子はテーブルに両肘をついて手のひらで両のこめかみを押さえるようにしながらあくびの出そうなのをやっとこらえていた。だいぶお悩みのようですな。へっへいや、ご安心ください。 及ばずながら、私が力添えをいたします。思わず二力が告げずに、両腕の間からその男の顔を見つめた。しかも、その男は平然として、ご心配無用。こう見えても、私は、うせの縁談の内定の類いは、はなはだ得意でありまして、その方では、いつもご信用を得ております。 ただ、強盗殺人の手合いはちょっと馬が合いませんがね。しかし、それともお嬢さんのためとあらば、あえて辞するところではございませんて。と、慰め顔である。このネズミのような男の心臓だけは象のようだと思った。ところで、だいたいこの指輪がなくなりましたのは、いつ頃でございましたでしょうな 三日前の午後二時すぎにいないってことに気がつきましたの。あはあ、大変はっきりしておりますな。そういうとこが非常に参考になります。で、その指輪はいつもどこにしまってございますんですかあの洋ダンスの一番上の引き出しの中に入れてある小箱の中ですわ。あはあ、なるほど。うーん。あの引き出しの鍵は 鍵はかかはっていましたわ。おお。すると、鍵のかかった引き出しに入れてある小箱の、そのまた中の指輪だけがこつぜんとなくなった。どういうわけですな。うーん。しかし、そりゃおかしいですな。第一、ちゃんと鍵のかかっている引き出しの中のものが、消えてなくなるなんて。そんなのありませんよ。 ネズミのような男は当惑したような顔つきをした同時にこはもう少しでかんしゃくだまを破裂させるところだったそうでなくても大切な指輪がなくなってしまっていいかげんイライラしているところにこういうデクノボが堂々と朝っぱらから探偵事務所の肩書きのついた名刺を持ってやってくるのだから大底を憂鬱になってしまう しかもこの男一人ではなく今朝からもう今まで5人もの探偵が来ているのであるこの男を入れて6人目だったその上「大東京探偵社」だとか「東洋探偵事務所」だとかそういった肩書きのついた名刺ばかり6枚もテーブルの上に重ねられていてそれが何かの調子で入り乱れてしまったものだから現在 この目の目前にいるネズミのような探偵が果たして何という事務所の何という名前なのかもわからなくなっていると言って今さら改めて名前を確かめるほどの探偵屋でもなさそうである全くやりきれない気持ちだったしかし切羽詰まって検証の新聞広告をした手前それに応募してきた探偵屋をただ追っ払うわけにもいかなかった こんなぐうたらなネズミのような探偵でも案外どこからかちょろちょろと指輪を引っ張り出してくれるかもしれないのだというそれだけがせめてもの心頼みだったそれにしても今朝からこんな問答を今度でちょうど6編繰り返しているたった100円の検証をしたのに探偵屋は あとからあとからと引きも切らずに詰めかけてくる探偵屋の世界というものは思ったより世知がないのであろうか都自身まだ広告を出した今朝の朝刊を見る暇もないのに探偵屋の方では彼女の寝込みを襲って「実は今朝の新聞で拝見しましたが」と目を輝かせながらやってくるのである <に>分かった合鍵を使ったんですネズミのような探偵が頓強な声で言ったそれ以外に考えられませんがねあら合鍵なんてありませんわこれは特別な錠前なんですもんただ指輪はその中になかったかもしれないわえ もしかするとその引き出しの小箱の中には初めっからなかったかもしれないのよなな何ですってどういうわけですかそんなだっていつもはどこにあるかっておっしゃるからその中にあるって言ったんですけどそのなくなった日には指輪を出したんですのちょうどその日にお友達のところで会があったのでその指輪をしていったんですけど 途中でちょっと訳があって指輪を抜いてハンドバッグに入れてしまったんですそれが3日目の午後2時すぎそれが最後に指輪を見た時間なんですねええそうなのそしてその晩遅くなって帰ってからむしゃくしゃしてたもんですから果たして小箱の中にしまい返したかどうかそこんとこがはっきりしないのよ えー、驚きましたね少し気を落ち着けてくださいよそれじゃあ探す見当がまるっきり違ってくるじゃないですかその男はあからさまに不平な顔色を見せたこはネズミのような男にやり込められてグッと詰まったけれどだって落ち着いてなどいられないじゃありませんの。 落ち着いていられないからこそ新聞に広告までして騒いでいるんじゃないの本当はあんな指輪なんて惜しくないの。ただその指輪を叩き返してやらないとどうしても私の意志が立たないのよ。いやそりゃわかってますよ。あんなに莫大な検証をされるくらいだからぜひ探さなきゃならんということはよくわかってます。で。 そのハンドバッグの中にはないでしょうな。裏かなんか破けていて、そこに引っかかっていたなんてことはないでしょうね。ハンドバッグの中は完全にないわ。だから、指から抜いてハンドバッグに入れたつもりだったんですけれど、その時に落としてしまったんかもしれないわ。弱ったな。だいぶ操作範囲が広がってしまったわけですな。その、 訪問されたというお友達のお宅はどこですか探偵はノートを出して住所を控えた。そして鉛筆を舐めると。乗り物はああ、往復ともバスですか。それもノートにつけ。では、まず念のため、手近なところから調べさせていただきましょうか。 案外思いがけないところに転がっていることがよくありましてね探偵はやっと立ち上がったしかしこは「またか」と思った何しろ今朝からこれで6人も探偵がそれこそうのめたかのめで家じゅうを探し回りその場所らこの都の部屋などはことさら念入りに 家具ちょうどの類を全部ずらして後ろを覗き込みあるいはベッドの下まで入い込んで糸くず一本も見逃さずと撫で回すのだからまるで模範的大掃除にでもあったように机から洋服ダンス本棚から人形のケースに至るまで全部の家具類がいつとはなしに位置が変わってしまっていたこれでまた何かなくならなければ不思議なくらいであるだから たんていがかわるたびにきをくばっていなければならずそれだけでもみやこはもうげっそりしていたお掃除がゆきとどいていますなちょこちょことさがしていたたんていがかんしんしたようにいったそれもそのはずであるいままでいれかわり立ちかわりのやさがしでふききよめたようになっているたんすのうらでもちりひとつおちてはいないのだ 綺麗でしょこは済ましていた。しかし、お嬢さん。さっきおっしゃった、指輪を抜かなければならなかった理由というのはどういうことなんですかな、ね、そいつも一つ伺っておかないと、操作方針に影響しよるからね。理由って、ある人が私にそれをエンゲージのつもりでくれたんですって。なるほど。 だけど私、そんなつもりでいただいたんじゃないから、つっかえしてやろう。と思ったの。そして、ハンドバッグの中に入れておいたのに、なくなっちまったんですもん。困るじゃないの。返さなけりゃ、向こうじゃその気になってしまうでしょうし。ごもっとも。だから、早く探してちょうだい。なるほど。しかし、 そんなことぐらいで気の向かない奴に頭を下げる手はないじゃありませんか。例えば私ならばですね、指輪は指輪でせっかくくれるというんならちょうだいしておいて、そんな気の向かん話はお断りしますがね。そんな簡単なわけにいかないのよ。そりゃあまた、どういうわけですか。三。 このちょろちょろと目の動くほどに頭の動かぬような探偵は指輪を探すの謎は面倒になったのかどうやらこの話の方が気に入ったらしい都にしてももう探偵はこれで6人目だし探し出せるものならもうそろそろ今までに来たうちの誰かが探し当てている自分だろうだからこの毒にも薬にもならぬような探偵に 愚痴でもこぼしていた方が気が紛れるような気もしたのである。それには色々いろいろと深いわけがあるのよ。そうでしょうな。私のお友達の君江さんのお兄さんに賢吉という人がいるの。その人がまあ見かけによらない人で、うちのお父様が資金不足に困ってらしたのにつけ込んで一万円ばかりも融通してくれたの。はは。 お父様もその時はとはても喜んでいられたわ。それに私には外国で買ったという指輪までくださるしなるほどところがそれからなのよ3日前に君江さんのお誕生の会があるというんで私もいただいた指輪をはめて君江さんのところに行ったわけすると君江さんが意味ありげに言うじゃないのその指輪は かねがねお兄さんがはめてもらえる方を探していたのよやっぱりあなただったのねしっくり似合うわ都姉様、ま、とか言うじゃないの姉様と言われたんで私ドキンとしたわだから慌てて指から抜いてハンドバッグに入れてしまったわそして返すつもりでいたのにその日はとうとう機会がなくて帰ってきてしまって翌日になってから 亡くなっているのに気がついたっていうわけなのよあはあそしてお父様にそのことを言ったら「そんなつもりの金ならすぐ返す」っておっしゃってでもそんなたくさんのことですから右から左っていうわけにもいかないわそのためにお母様と大阪の親戚までお金の心配に行かれたんですけどそれで皆さんお留守なんですね そうなのよ。私それにまた指輪をなくしてしまったことを余計心配をおかけすると思ってまだ言ってないのだから大阪から帰られる前に何とか探しておきたいと思ってあんな新聞広告までしてみたのよそのくらいの費用なら私の少しばかりの貯金でもなんとかなると思ってみやこは話し出すとまたいろいろなことが思い出されて 余計気がっってしまったそれにいかにも人が良さそうだとはいえ見ず知らずの探偵に愚痴をすっかりぶちまけてしまったことが照れくさくも思われた「あはあしかしお嬢さん」ネズミのような目をした探偵はちょっと腑に落ちぬような顔つきをすると「なんだかお話が変ですなその賢吉という男に」 一万円とという金と指輪の借りがあるわけですね指輪の方は向こうはどういう気持ちかともかくくれると言ったんだからそうかまわぬとしてその一万円ですがそれを指輪を探すために一万円という莫大な検証をされたとはどういうわけなんですかねなんですって宮古は この男の言うことがよくわからなかった。いや、指輪を探すために1万円という賞金を出されるくらいなら、その金をそのまま叩き返してやったらいいでしょうに、と言うんですよ。あら、1万円なんてそんな検証はしませんわ。100円ですわ。100円しかし、この新聞によると、探偵は、 ポケットから小さくたたんだ新聞を引っ張り出してみやこの前に広げたごらんなさい確かに1万円ですよ4みやこは指さされた新聞の広告をのぞき込んだ途端にカッと顔がほてったような気がした目のくらむ思いだった 場所は指定通りに一番人目につく社会面の下そこに「検証探し者賞金一万円」という字が確かにはっきりと墨黒黒と印刷されているのである賞金一万円子は口がきけなかったそんなはずはない自分は確かに 100円と書いたのだ。椅子にぐったりうずもれたまま、都は体中が熱くなってきた。1万円なら、都自身が帰ってほしいくらいである。いかにもこの探偵が言う通り、1万円の賞金が出せるくらいなら、何も指輪を探すために新聞広告をする必要はさらさらない。それをそのまま叩き返してやった方が、 よっぽど話が早いのだ。自分勝手に広告などをしてとんでもないことをしてしまったどうしましょうどうしましょうってするとこれはやっぱり誤直でしたないやそうでしょう私もうますぎる商売口だと思っていましたよ何しろ指輪一つ探すのに1万円の賞金とは突飛すぎるからね しかし、お嬢さん。こうして、れっきと出ている以上、もしや、指輪が探し出された場合に、一万円の賞金を出せませんというと、今度は、詐欺として訴えられるかもしれんですよ。まあ、どうしましょう。私はただ、百円と書いたつもりなのですけれど。なるほどね。 百を略字で書いたためですねしかしえらい違いだ子は朝っぱらから探偵屋が引きも切らずにやってきた意味がやっと飲み込めた1万円の検証となればこれは張り切るのも当然であるとはいえ今までその慌ただしさに取り紛れて新聞の広告を確かめなかったのが しみじみと悔やまれた。もっと早く最初から分かっていれば、今までの探偵にも、ちゃんと断っておけただろうに。それも、今となってはもう遅い。向こうは一万円のつもりで探してくるのだ。もしそうして探し出された時に、これだけの賞金を払えないのは分かりきっている。だから、本当に訴えられてしまうかもしれない。 こは今度は前までと逆に指輪が出てこないように何にでも祈りたい気持ちだったあの指輪が今頃は粉々に砕けてしまっていればいいもしどうしても探し出されるものならばせめてこの事情を分かってくれた探偵に探し出してもらいたいそう思って傍らの人のよさそうな男の横顔を見上げた しかしこの探偵は100円と聞いて余計に気乗りがしなくなったのかぼんやりとただ突っ立っているそしてやがて尺に触るほど人懐っこい目でこんなことも考えられますね例えばその指輪を健吉くんの家で指から抜いてハンドバッグに入れたつもりだったけど実はそこに落としてしまった それを後で賢吉くんが拾ってですね、お嬢さんの気持ちが冷たいことを知って、そこへ今朝の広告がどうしたことか、一万円の検証のことを見たものだから、その指輪を持ってきて一万円、それに前に融通したのを合わせて合計二万円を催促して、嫌がらせるかもしれませんな。まあ。 そんなことになったらどうしましょうぜひ探してください。そんなことにならない前に、ぜひあなたの手で探してください。他の人だったら大変なことになります。よろしい。承知しました。ネズミのような探偵が応用に頷いた。そして一礼してドアの外に一歩出たところで、しかし慌てて引き返してきた。 忘れていましたよ、お嬢さん。その指輪っていうのは大体どんな指輪なんですかねそれがわからんと探しようがないのです。ダイヤですかサファイアですかそれともあるいは。えみやこは思わずカットしたが、手元に投げつけるものが何もなかったので、仕方なしにりょうの手のひらを握りしめたまま胸のあたりで震わせたきりだった。 プラチナの台に真珠入りじゃないのああそうでしたかネズミのような男はスルリとドアの外に逃げ去っていった「バカバカバカ」みや子は悔し紛れにドアに向かって吐き出すとけたたましく呼び鈴を押して女中を呼んだそして「もうどんな探偵が来ても決して上にあげるな」とことづけた あんな探偵に見つけられるくらいなら指輪なんかもうとうに100ぐらいも見つかっているはずである。誰もいない部屋の中で、こは自弾打踏んでいた。もう探偵なんてまっぴらだわ探偵なんてろくなの言いやしない。そう壁に向かって吐き出していた。とその時、確かに自分一人だけの誰もいないはずの部屋の中だのに、 軽く肩をポンと叩くものがあった。ぎょっとして振り向くと、そこには、いつの間に、どこから入ってきたのか、ぴったりと身についた洋服の襟元から、純白なワイシャツのカラーを覗かせた青年が、黙って、微笑みながら立っている。あ、あなたはこは、顔色を変えながら後ずさりした。しかし、 その輪郭のいい顔立ちを持った。青年は静かに制するように手を挙げた。7人目の探偵ですよ。5<五>。ま黙って入ってくる。なんて失礼だわ。みやこはやっといくらか息を鎮めながら、この気味の悪い探偵を詰問した。 いや失礼失礼悪いとは思ったんですがねあんたがもう絶対に探偵を上に上げるなと言われていたのでこうやってこっそり参上したわけですよあしからず都は不意を打たれたせいかちょっと気を飲まれた形だったそればかりかこの殺走たる七人目の探偵はどこか今までの探偵とは違ったところがあるようにも思われた なんとなく、男性的な圧迫さえ感じるのだ。もういいんですの。もう、指輪のことでしたらお帰りください。宮子は、節目になったままで言った。この探偵が本気になれば、本当に指輪を探し出しそうに思われた。それが今の場合、余計に困るのだ。はっははは、宮子さん。 あなたは懸賞金のことを心配されているんですねえいやそのことだったらご心配ご無用まさか間違いの1万円をいただこうとは思っていませんよこはもう一度ギョッとしたように目の前の不思議な男を見直したしかしその微笑みを持って自分に目を注いでいる青年の顔は今が初めて見る顔なのだ それなのにどうして都の名前や賞金の間違っていることを知っているのであろうかあの賞金が違っていることをご存じなのですかさようでは何のご用があってこられたのですかあなたをお助けするためにまあ 普段の子ならば奮然としたであろうが今はそうでなかったこの7人目の探偵は何か得体の知れぬ雰囲気を持っているその出現ぶりもそうだったけれど何か自分のことを指輪が気の進まぬ結婚問題に絡まっていることすらもすっかり知っているような口ぶりなのだあのあなたはどなたでしょうか 僕ですか言いかけた時に玄関に誰かが訪ねてきたらしくその呼び鈴の音に遮られた6訪ねてきたのは小川賢吉だった8人目の探偵ならばすぐ断ってしまったのだけれど小川賢吉とあっては。 ば払いというわけにもいかないやあやさんご返事はいかがですか例の指輪は無事納めていただけましょうな誠につまらぬ贈り物ですがハッハハハハ吉は傍らにいる7人目の探偵など眼中にないらしいこってりと油で固めた頭ばかりを気にして時々手をやりながら しっかりやに下がっている。無論ご迷惑ならばあんなものはすぐお返しになるでしょうから王様願えたのはまことに光栄ですよこは口を固く結んでにらみつけている君遠慮していいぜ賢吉は思い当たったように傍らの探偵を振り向いたいや構わん かまわんことはない。かまわんよ。用があるのだ。用なんか後にしたまえ、けしからんやつだ。君がいては、みやこさんが言いにくいのだ。はっははっ君、君は誤解してるぞ。みやこさんは、僕という第三者の証人の前で、あのくだらん言いがかりをつけられた指輪を、お返ししようと言うんだよ。 くだ、くだらん言いがかりさよう。どう考えてもくだらん。指輪を返すって。その通り。ふん。面白いね。とにかく、あの指輪は一万円でやこさんが買ってくれるそうだからね。君が持っているなら、やこさんに買ってもらった方がわかりがいいぜ。余計なお世話だ。 宮さんは大嫌いだから指輪を返すと言っているんだよふん、<laughs> まあ何とでも言うがいいさ大嫌いで結構それなら一つ僕が指輪を探し出してきて1万円で買ってもらうまでのことさそれも断るとは言うまい天下に広告している以上はねははは、<laughs> そこらが本音というところだろうよ さあ、早く返したまえ。もし返さなかったら、君の勝ちさ。七人目の探偵と名乗る得体の知れぬ男は、どうなることかと傍然と立っている宮子に。お聞きのような案外です。指輪なんてお返ししておやんなさい。あの洋ンスの引き出しにある小箱の中でしたね。宮子が、 何か言おうとするのを制するように手を挙げて引き出しから小箱を取り出したそしてにっこり振り向いたのを見るとその手には確かにさんと輝くプラチナの台に真珠を入れた指輪をつまんでいる賢吉は慌てて無意識に自分の内ポケットを探っていたははははじゃあ これは確かにお返しするとしよう。賢吉くん、そんなに慌ててポケットを探さなくてもいいよ。こさんがうっかり君の家へ指輪を落としてきたのを幸いに、それを隠して嫌おうなし。なんざ、ずいぶんと古い手だね。ふふっ。またこんな手を使わんように、この指輪は僕がちょうだいしておくとする。君は一冊こさんがてに、 確かに受け取ったと書いてきたまえ。できたかねできたら君、もう遠慮していいぜ。小川賢吉は後ずさりをするような格好で部屋を出て行ってしまった。文字通り、方法の定の退散だった。ははははは悪知恵の割に気の小さいやつですね。一言もないなんて情けない。 こはそのことがいかにも面白そうに笑っている男の横顔をそっと盗み見ながら今度はかえってこの男の方が気味悪くさえ思われた第一例の指輪をあっさり自分のポケットに入れてしまっているのだあのお名前は何とおっしゃいますの僕の名ですか そこに名刺がありますよ。えその男が指さしたのはテーブルの上の今朝から入れ替わり立ち代わり訪ねてきた探偵たちの名刺だったこの枚もういっぺん6枚の名刺を見直したしかしこの7人目の探偵は確かまだ名刺を出していないはずなのだ まだ、お召しはいただかないと。いや、あげましたよ。4枚も。4枚もそうです。今朝からの6人の探偵のうち、4人はこの僕だったんですよ。最初に来たのも僕でした。そして大体お話を聞いたんで、小川健吉にメモ紙をつけて探してみると、案の定、あいつのポケットにあるじゃありませんか。 それを早速失敬して、健吉先生の来るまで待っていたわけです。そこで、ただ待っているのも退屈だから、ちょっと変装ごっこをして遊んでいたようなわけでしてね。しかし、とうとう気づかれなかったようですな。はははは。どうも愛すいません。お礼 ?100 円のお礼ですかそんなもんはいりませんよ。 この指輪をいただいたので十分です。あなたにしても、不愉快な目にあった指輪など、ご不要でしょうね。まあ。都は、ちょっと言葉に詰まった。そしてやがて。一番初めに来られた方は、確か、月沢俊平とおっしゃったようですが。と、言葉を継いだ。 そうです、そうです。けれど、もっと通りのいい名は、そこにありませんが、鶴巻健介でしょうかね。その名は都も知っていた。その名の男を、かねて警官でも探しているはずである。しかし、この感じのいい勝者な青年が、果たして、そんなに恐ろしい男なのだろうか。はは <laughs> ご存知でしたかケンスケの陽気な笑い声が部屋いっぱいに響いたかと思うと次の瞬間彼の姿はもう部屋の外に消えてしまっていた惹かれるようにドアの外に出てみた都の目にしかし彼の姿は二度と見られなかったのである